シャドウ続きからやっていきますよ。で、前回まさかの生贄人選をミスって終わってしまうというね、あゆみちゃんが逃げたんだろうね。で、メモ帳を見てたら、あのね、最後の方にね、はじめか三日月に頼もうってなって、はじめはこういうトリッキーな相手には向かない三日月の方がいくらか機転が利くだろうという主人公の考えから、三日月に生贄になってもらうよう頼みに行ってみたらしくって、で、三日月ちゃんと多分セットで行くならゆのちゃんが行くんじゃないよ。あ、びっくりした。今思いっきり扉塞いでたから笑っちゃったよ。君ダメだよ、塞いじゃん。とりあえず話しかけようか。三日月ちゃん。三日月、ちょっと頼みがあるんだが。頼み？何よ。今日の生贄選定、お前が行ってくれ。え？私が？なんで？体育館に雨宮がいる可能性が高いからだ。え、忍が？本当に？多分だけどな。推測の息は出ないが可能性は高いと思うんだよ。いいけど、なんで私が体育館にいると黒崎と阿久津じゃダメなの？まあ、凛ちゃんはなんか露骨に嫌がるって感じじゃないよね。理由を求めて、その理由がしっかりしてるんだったら私が行くわよっていう、この強気な感じ。カレンちゃんとあゆみちゃんとはね、もうなんつうの、全然違うね。てか、カレンちゃんとあゆみちゃん2人で逃げたんかな。そんな気がする。まあ、続き読んでこう。ダメだ。阿久津はたまに想定外の行動を取ることがあるし、わかってる。でも一回殺してるからね。黒崎は俺の本性を全て知っているわけじゃないから従ってくれる保証がね。つまり、あんたの言うことをちゃんと聞いてくれそうな。待って、もう一回読み直させて。聞いてくれそうなのが私ってこと？そういうことだ。お前かはじめしかいね。だが、はじめは雨宮みたいな相手に不向きだからな。まあ一瞬でこう言いくるめられちゃうだろうね。それに、お前なら雨宮とつるんでたことがある。はじめよりこの任務に適任だろ。まあそうね。あと、雨宮は明らかにお前に対して敵対心がある。あ、だから一番最初にこうなんつうの、敵として祭り上げたのかね。そこであえてお前を仕向けて奴を動揺させるって狙いだ。なるほどね。やってくれるか？いいわよ。即答も気持ちがいい。3日目以降どうしようか。あ、相馬か。多分そっちは相馬だな。でも、もう一人はどうするの？だよね。深みに行かせる。ユノ、あの子を巻き込まなくていいじゃない。怒られた。もう絶対ユノちゃん巻き込んだら怒るよな。どっちにしろ生贄は2人必要なんだ。何もしなければ互いに押し付け合ってひどいパニックになるだけだ。だから、わざわざ校長から主導権を奪って俺が生贄選定を操作できるようにしたんだからな。もうあの校長二度と見たくないわ。そこまでやったの？ああ、あのハゲに任せてたらやべえことになるし。もう何回爆破された？2回爆破されたかな。呆れた。俺の言うことを聞いてくれそうな人間って限られてんだろ。お前とはじめ、深見、栗原、高田、相馬、渡瀬。いや、渡瀬ちゃんどうなんだろう。無理じゃない？まあまあ期待してみる。俺の立ち回りを知ってるのはこの辺りくらいだ。もう決めてるわけね。ああ、あとは隔離する順番を決めかねてただけだったしな。ねえ、生贄になって隔離されたら、あんたは最終的にはどうなると思ってるの？わからね。だが、単に殺すってだけじゃねえはずだ。必ず何か狙いがある。そこが付け入る隙だと思ってる。何するんだろうね。だから、早めに雨宮を発見して会話に持ち込みたいんだ。そこで何か必ずヒントをつかむ。これ主人公のこの思考を読んで、主人公の協力者全員体育館で始末しちゃおうとか、そういうことなのかな。だってもうね、奇跡的に全員関係者だもんね。あー、怖いな。だったら忍ちゃん恐ろしい。わかったわ。なんかほんとそんな気してくるよね。だからこそいないのかもね、この場に。あ、続き読んでこう。それと、適当に食料も持って行っておいてくれ。どうやら体育館には食料的なものは何もないみたいなんだ。絶対に助けてやる。だから頼むな。うん。よし、これで三日月への協力要請は完了した。あとは生贄選定で三日月を隔離して体育館を操作してもらえばいい。すべてはその結果待ちってところだな。準備が良ければ生贄選定に入っちまうか。ゆのちゃんに頼まなくていいのかな。一応声かけ行ってみる。で、今ご乱心状態の渡瀬ちゃんも見に行こうか。まあ無理だと思うな。話聞いてくれるかな。しかもね、あんだけパニック状態で生贄になってくれたなんて、もし俺が渡瀬ちゃんだったら気が気じゃないね。ほらほら、やだやだやだって言ってる。あ、ダメだね。お話できないね。じゃあ生贄選定入ろうか。よかった、無事入れた。前回3回も爆破すると思わなかったもん。生贄選定、はい。誰が思ったかね、3回爆破するだなんて。多分視聴者さんのみんなもね、分かんなかったでしょ。3回爆破するって、もう同じこと何回も言ってる。生贄選定10分前になりました。どんな感じになる？
ああ、うん、校長いないね。いいこと。渡り廊下前に教員や生徒たちが集まってる。昨日より人が減っちゃってるわね。仕方ないっすよ。ここに来なければ生贄に選定されることもないっすから。なんかそれ汚くない？まあまあしょうがないよね。そもそも牧島先生来てくれてるってのはなかなかだよね。そういうのが多い学校なんすよ、ここは。はあ。それでどうするの？今日の生贄って。ああ、もう決めてる。三日月、頼むな。わかったわ。何その即決。もう交渉済みだったのね。しかもテンパってないってのがかっこいい。事前準備は必要ですし。相変わらずの周到さね。じゃあもう一人も決めてるの？ああ、深みで頼む。私ですか？おや、ちゃんと話しとけってだから。悪いが言ってくれ。そんな。いやの、大丈夫よ。フクルスを信じましょう。こいつならきっと解決してくれるから。りんちゃん。深み、大丈夫だ。体育館にいる阿久津と黒崎に電話したが、すぐに何かがあるわけではないみたいだしな。悪いな。俺の指示通りに動いてくれそうなやつって、他にいねえんだわ。本当にすまん。わかりました。クルス君には恩がありますから。ああ、一応言ってくれるっぽい。助かる。ああ、言っちゃうね。せめてね、ゆのちゃんにも言っとくべきだったよね。時間になりました。生贄志願者の方はシャッター前に、それ以外の方々は離れてください。志願者の方は1分以内に速やかに出て、体育館へ移動してください。出た人数と体育館に入った人数が不一致だった場合は、即座に楽団を爆破します。オッケー。この場所にかなちゃんいないよね。あの渡瀬ちゃんで来てないよね。相馬はいるけど、放送の終了と同時にシャッターが開かれる。どのタイミングで送るんだろう。それじゃあ行ってくるわ。悪いな。クルス君よろしくお願いします。バイバイ。三日月と深見は開かれたシャッターを抜けていってしまった。でこれで体育館調査してもらわないと。ねえクルス君、なんで凛というの？考えがあんだよ。一体何を考えてるの？さあな、あとは三日月の報告待ちだ。そうなんだ。ちょっと安心してる？とりあえず今日は解散ね。昨日と打って変わって随分平和に終わったわね。まあ、校長とあの熱血クソ教師がいないからな。あ、違うか。クソ校長と熱血クソ教師だね。はい。今日の生贄選定は終わった。あとは三日月から連絡が来るのを待つか。はーい。待っとくよ。お、三日月ちゃんしてんだ。おー、操作できるのね。体育館にやってくる。シャッターを抜けてからここに来るまでは何もなかった。体育館に来るまでに外へ逃げることもやろうと思えば可能だったぐらいだ。以前の事件では教室のみんなにルール違反を押し付けることで私たちを殺すきっかけとしていたクルスが言っていた。今回もあれと同じだという可能性もある。迂闊な行動はできないだろう。だね。凛ちゃんあそこにいるのって。黒崎と阿久津ね、行きましょう。暇にしてんじゃない。なんかやるしりとりでも。今回の生贄は君たちやったか、ビス。まあね。クルスが指示したのか。そうよ、多分ここに来るのは私らのクラスのメンバーばっかりだと思うわ。まあクルスが仕切ってるならそうなるかもな。あいつの実力を知ってるのは俺たちのクラスみんなくらいだ。そうね。それでこれから一体何を？それが特にすることもないみたいなんや。バスケでもする？え、そうなの？ああ、俺も絶対に何かがあると心構えをしていたんだが、ここで待機する以外に何の指示もないんだ。じゃあ安全ってことですか？まあ今んとこはね。いやでもなんか妙な感じがするんや。気引き締めといた方がええと思うで。あ、はい。ぬか喜びだね。ところで二人は待機してる間は何してたの？特に何も。一応軽く調べたんやけど、あんまり迂闊に動くのも気が引けてな。あれそうなの？じゃあガッツシは調べてないんだ。そうなんだ。本当に少しだけ中を見回ってみたくらいだ。待機と指示されている以上、何が禁止事項に触れてしまうかがわからなくてな。ああ、なるほどな。そっか、そう言われると怖くなってくる。そっか。ひとまずゆっくり待機しといたらええと思うで、何が起こるかわからんから、体力は温存しとき。はい。じゃあこれ何も進展なく終わっちゃうんじゃね？大丈夫？そして私たちは体育館内で待機することとなった。思ってた以上にぬるい状況に少し戸惑ったが、このことについてはあまり深く考えても仕方がない。さっさと体育館内を調べて忍がいないかを確かめよう。まあ、そんな見つかりやすい場所にいると思えないけど、さて調べましょうか。あ、マジ？おお、探索パートだ。本当はこうやって三日月ちゃん目線になるはずだったんだな。ごめんな。何回も爆破して。広。そういえば三日月さん、食料って持ってきた？はい。一応持ってきましたよ。非常食用の乾パンとか菓子パンくらいだけど、ありがたいでしょ。十分や。早腹減ってもうててな。助かるわ。なんか緊張感ないですね。
そらこんなにこんな、待って、こんなに何もなかったら君も抜けるわ。三日月さんも一日ここにおったらわかると思うで、暇すぎてどうやっても油断が生まれてまうから。まあ確かに。あとで阿久津くんにもやらんとあかんな。彼も結構気張り詰めてて腹も減ってるやろうし。ねえ、とにかくありがとう、助かったわ。食料は俺が管理しとくから、お腹すいたら言うてな。え、大丈夫、勝手に食うなよ。まあ悟空みたいなうまんぱくじゃないから大丈夫だけど。待って、大丈夫だろうけど、勝手に断定しちゃった。え、ゆの何してるの？ホワイトボードに貼られている紙に書かれていることを読んでたんです。何か気になることはあった？いえ、5日目まではここで待機しろという記載以外は全て放送で言っていたことです。そう、念押しって意味なのかしらね。そうかもですね。とにかく私はいろいろ調べてみるわ。ユノも何か気づいたことがあれば教えてね。はい、なんだっけか。あと阿久津どこいる？広ー、なんか2箇所あるね。これ出たら爆発すんじゃね。あ、よかった、トイレもあるんだ。特に変わった様子もない。使用禁止、怪しいな。これ隠れてんじゃないの？交渉禁止になってなってたかしら。ほらこれ、どうにも気になる。うわうわ、怪しい。鍵がかかっているというよりは何かが引っかかってる感じだ。まさか忍ぶいるんでしょ？返事はない。言っとくけどいるのは分かってるから、出てこないようならみんなを呼んでくるわよ。やはり何の反応もない。いないの？あっそ、じゃあみんなを呼んで無理やり開けさせてもらうからね。その場合は問答無用でリンチにするから。怖っ。思い過ごしか、ここしかないと思ったんだけど。仕方ない、別を探すか。お、いた、普通に出てきた。分かったわよ、出ればいいんでしょ。え？リンちゃんはったりかけただけだったと思ったのに。リン久しぶり。しのぶ、あんたこの朝に見つかると思わんかった。阿久津に話しかけてない。え、しのぶが出てきた。やはりここに隠れていたようだ。クルスの読み通りってわけね。まったく、こんなことならさっさと逃げ出しちゃえばよかったな。ちょっと欲出しつきちゃったか。は、どういうこと？なんでもない、気にしないで。なんだ？うすら笑いを浮かべながら意味ありげなセリフを吐く。これが忍の本来の性格ってことなんだろうか。それにしても、あんたなんで私がここに隠れてることを知ってたのよ。さあね、勘よ勘、自分で考えれば。はあ、やっぱほんとうざいわ、あんたって。その態度とか考え方とか全部よっぽど嫌いだね。は？っていうかもう全部知ってんの？まあね、今まであのクラスで起きてた事件、あんたが計画してたんでしょ。ああ、やっぱり知ってるんだ。まさかあんたに気づかれるとはね。ほんとどこまでも目障りなやつ。まあ、榊ちゃん使ったのが悪かったね。榊ちゃん、逆に忍ちゃん殺そうとしてたからね。おっかないよ、あの子。え、忍、なんでそんなに私を敵視してんのよ。私、あんたに何かした？別に、何もしてないわよ。ただ単純に私が一番嫌いなタイプってだけ。なだぞら。どういうことよ。周りも気にせずクールに気取っちゃってるところ、なのにはぶられもせずに一定の立場を確立してるあたり、意味わからないんだけど。あのさ、普通クラスにの立場をしっかり確立するならちゃんとした努力が必要なのよ。クラスの人間関係を観察して敵を作らないようにやり過ごしつつ、一番自分にとって美味しい友達を作って無難な学校生活を送るっていうね。あ、今までしのぶちゃんがやってたことだね。何それ。まああんたにはわかんないわよね。私みたいな平凡な人間ってさ、自分の意見をいくら叫んだところで誰からも相手にされないのよ。そんなことないでしょ。まあ、しのぶちゃんならなんか大丈夫そうな気もするけど。あるのよ、影が薄い人間ってどこにでもいるでしょ。誰かの影に隠れているのかいないのかわからないやつ。うわ、まあまあしのぶちゃんは今回そうだったけど、それに徹してたからってのもあると思う。え、漫画とかでもよくあるじゃない、ガキ大将の取り巻きの卑屈なタイプの人間よ。スネオ違うか。そういうやつの吐く言葉って重みがなくなる感じ。あー、な、確かにないかも。え、重みがなくなるか、待って、重みがなく感じることはない。必死で叫んでるのに誰にも届かないのよ。真剣に取り合ってくれる人間なんていないってわけ。それが何よ。わかんないかな。だから匿名で計画してやったのよ。追い詰められている人間とか、誰かに恨みを持ってる人間を選別して計画書を送ってやったってこと。忍、あんたが知りたいのはそんなところでしょ。どう、これで満足？でもこれだけじゃないよね。本当の目的が未だに分かってないけど。忍という人間が今になってようやく見えてきた気がした。過去に何があったかはわからないが、こういう考えに至るくらいの何かを経験してきてるんだろう。必死で叫んでも誰にも届かないと。
あんたの言い分は分かったわ。話はいくらでも聞くし、私が気に食わないならそれでいい。でも他の人を巻き込むことはないでしょ。あんたのせいでどれだけの人間が巻き込まれてると思ってるのよ。こんなことはもうやめて、さっさと終わりにしてよ。はあ、何？そっか、別に全て分かってるわけじゃなかったのね。あ、出たこの発言。主人公が目的をね、ずっと考えてるからね。え？今回のこの事件、起こしてるの私じゃないわよ。何？忍の発言に私は言葉を失った。忍ちゃんはそれを警戒してここに隠れてたってこと？夜、俺は人気のなくなった屋上で三日月からの連絡を待っていた。雨宮が体育館にいるのかいないのか、この結果次第で今後の動きがかなり変わってくる。もし体育館にいないのであれば、雨宮は花から事件に関わる気がないということになる。それはそれで目的の推測を立てることができるというわけだ。もし体育館にいるのなら、一応は俺の思惑通りってところだ。そこで必ず目的を解明してやる。できる？着信三日月からだ。さあ結果が出るぞ。いたぞ。どうだった？いたわ。よーし、当たりか。じゃあとりあえず話をさせてくれ。待って、その前に言っとかないといけないことがあるわ。なんだよ。今回の事件を起こしたの忍じゃないみたいなの。なんだと？雨宮がそう言ったのか？ええ、嘘を言ってる雰囲気じゃないわ。おそらく本当だと思う。じゃあ誰さ？どういうことだ？雨宮が嘘を言ってるのか？いや、しかし。とりあえず雨宮と話をさせてくれ。スピーカーにして俺の声が聞こえるように。もうやってるわ、そのまま話して。誰？そりゃどうも。じゃあ雨宮、聞こえるか？はいはい、聞こえてるわよ。今の三日月の話は本当なのか？本当よ。私はこの事件に関しては何もやってない。誰かに呼び出されて体育館に来てたのよ。で、体育館を出ると学校全体を爆破するからって言われたから、ちょっと様子を見てただけ。え？マジでわかんない犯人。つまり昨日からそこにいたと？そうそう、昨日の生贄の黒崎と阿久津が来るまでは体育館を調べて逃げ出す算段を立ててたってわけ。なるほどな。あ、ってことはあの爆発で、だったっけ、体育館にいる人が逃げたってのは忍ちゃんが逃げたのか。そんな気がする。でも今回は三日月ちゃんが行って止める人がいたからってことか。わあ、納得した。つまり今回に関しては雨宮も本当の被害者となっちまったってことか。たく、じゃあ一体誰がやってんだよ。っていうか、リンに入れ知恵してたのがあんただったとはね。さすがにそれは予想外だったわ。転校生なんて気にする必要はないと思ってたんだけどね。とまい。は？ちょっと待って、今こいつなんつった？主人公の存在に対して気づいてなかったっぽいね。おい雨宮、お前今まで俺が暗躍してることに気づいてなかったのか？今まで？あんたが実力を見せたのは舞の剣の時だけでしょ。それ以外にも何かやってたの？あ、知らない。あー、マジかマジかマジか。お前今までの計画を全部企ててたんだよな。全部失敗したのは何だと思ってたんだ？カレンとあゆみの剣は凛に潰されたんじゃない？日崎の剣は阿久津と乾が協力して相馬が寝返ってやられたのよね。あ、分かってないね本当に。こいつ俺が暗躍していることに気づいていなかったんだ。主人公無駄に警戒してたね。しかし黒幕は電話で栗原や入江には俺を警戒するように指示していた節があった。あ、そっか、そうやって言ってたね。あの転校生には気をつけろみたいなね。それこそあのカレンちゃんの時だってね、主人公の悪い噂流せって言ってたもんね。電話と手紙で別の指示が来てたってことか。榊に関しては喋らなかったから確証はないが、言っていてもおかしくない。待てよ、電話？おい雨宮、お前今までに栗原入江榊に計画書を送ったことは間違いないか？ああ、うん、送ったわよ、メールで。電話をかけたことは？そんなのあるわけないじゃん。ちゃんとメールで計画書を送ってるんだし、なんでわざわざ電話で指示する必要があるのよ。誰？そういうことか。雨宮、じゃあお前が送った計画書の内容を全部言ってくれ。はいはい。っていうの？彼の件はユノを盗撮で脅して凛にいじめられたと証言させるってだけ。手順はいろいろ書いてたけど、そこも言わなきゃなんない？ああ、詳しく頼む。お、まずユノのいじめ現場に凛を数回程度同席させること。ふんふん。あとは凛を責めるときは必ずみんながいる教室でやること。私を凛のそばからカレン側に寝返らせることって感じを。なんか露骨に書いてあるんだね。忍ちゃん移動させろって書いたんだね、わざわざ。異例の件は？というか、そもそもなんでこいつらに計画書なんか送ったんだ？
だって日崎って何やらかすかわかんないじゃん。放っておけばこちらに害はないのに、筋肉バカの乾と偽善者ヒーローの阿久津が余計なことをしちゃったし、まあそれ主人公が余計なこと言ったからな。あのまま放っておけば私たちにも飛びしそうだったし、ターゲットを絞らせて日崎のストレス発散対象をそっちに集中させようとしたのよ。考えてるな、忍んでる。あとはああいう正義感振りかざすタイプって嫌いでさ、リンと同じような匂いがしてね、ちょっと思い知らせてやろうかと思って。リンちゃんよりは、いや阿久津もでもだいぶ良くなったと思う、昔に比べたら。で、計画内容は、最初は日崎に計画書を送るつもりだったんだけど、入江から返信が来たからそっちに送ったわ。入江が協力するんなら結構簡単だったし。で、結局乾たちの正義感を利用してやる計画にした。入江を監禁しているふりをして拷問を行うゲーム。校舎裏の地下あたりに乾たちを集めて期限いっぱい拷問する。入江が解放されたら日崎に屈辱的な動画を撮られてるから、あのことは黙っててくれと言って口止めするって感じよ。おえ、榊の件は、これ殺されそうになった件だよね。あれは最悪だったわね。最初は舞を利用して凛に全てを押し付けちゃうつもりだったのよ。桜の SNS を見てたら遺書みたいな文書見つけてさ、あ、そこから見つけたの。もしかしたらと思って電話してみたら、桜の母親が出て自殺したってことを聞いたの。だからこれを利用したの。舞が桜と連絡先を交換してやり取りしてたのはなんとなく気づいてたしね。あー、もう目ざといね、あなた。舞は阿久津と同じタイプだと思ったから利用しようかなって思ってたんだけど、とんだ最高女だったってわけ。そうだね、すごかったね。でも嫌いじゃないけどね俺。あれに関しては罪人が出ても出なくてもどっちでもよかったのよ。出た場合はそれでよし、出なかったら私が名乗り出て犯人候補から外して凛を犯人に仕立てようと思ったの。おいかちいな、どんだけ凛ちゃん嫌いなの。だから当然ガスはハッタリのつもりだった。あんな装置ガチで作れるわけないし、マジでどうやったのかこっちが聞きたかったくらいよ。おっかねー。そんなところよ、参考になった。なるほどな、大体わかった。何が？あー、お前の計画は全部何者かにアレンジされてたんだよね。でしょうね。お、それも気づいてる。気づいてたのか。まあね、私だっていくらなんでも誰かを殺す計画までは企てるわけないし、私の目的はあくまで人間関係の調整よ。主に私にとってのだけどね。なんかすごいな、ちょっと神的立ち位置にいるねこの子。お前の目的の一つが三日月の排除だったわけか。ねえ、一番嫌いなのよこういうタイプ。目の前にいるのにすごい言う。こっちは嫌われないためにいろんな努力をしてんのに、カリスマ性なんてわけわかんないものに簡単に負けちゃうし。別に私にカリスマ性なんてないわよって言うとまた怒るよ。それにすら気づいてないんじゃん。ほらほら、もうなんとなく人を引きつける魅力ってのが凛にはあんのよ。その証拠にそんな性格してんのに、あの事件まではカーストトップだったでしょ。見た目、性格、発言、何気ない日常の行動が魅力的に見えちゃうやつって必ずいるのよ。理由なんてないわ。なんかわからなくもないかも。そういうタイプって私の必死の努力をたった一言で潰しちゃうってわけ。私にとっては邪魔でしかないのよ。だからあんたのその立場を崩すための計画を立てて、あんたに恨みがあったカレンたちを、なんだっけこれ、そそのかしてか、動いてもらったの。カレンって本当にいろいろと動かしやすくて重宝してたのよね。まあ、結構素直な子だよな。クルス、あんたならわかるでしょ。あいつって駒としては優秀なのよ。本当に思惑通りに動いてくれるからね。確かに。忍、あんたはそんな風に考えてたのみたいだね。そう、これが私の生き方なのよ。こうでもしないと私みたいな影の薄い人間の声なんて誰にも届かないからね。なんかすごいこの子。でもちょっと好きになったわ。なんかこう本音をがっつり言ってくれる子好きだわ。だからああやって計画文書を送って私がやりたかったことを代わりにやってもらうつもりだった。でもいつの間にかどいつもこいつも計画と違う動きばかりしだしてた。カレンと入江に関してはあいつらが勝手にやったと思ってただけだったんだけどさ。舞の件で私がガチで殺されかけちゃったことでさすがに何かがおかしいと思ってね、学校休んでいろいろ調べ回ってたってわけ。あ、そうなんだ、調べてたんだ。準備してたわけじゃないんだ。それで何かわかったのか。ええ、一つだけわかったわ。何？ほう、私計画文書を送るときは自分のパソコンから文書を作成してメールを送るんだけど、ほんほん、何？そのメールどうやら学校内の誰かに盗み見られてるみたいなのよね。誰かに？あの、なんだっけ、牧島先生と黒崎先生がさ、個人情報を流出させたじゃん。その時にもしかしたら忍ちゃんのメールアドレスも流出したんかね。え、どういうことだ？
寮にある無線のネット回線設備なんだけどさ、調べてみたら不正なアクセスポイントを経由してたことが分かったの。おい、それって。そうよ、今まで寮で使ってる無線設備は何者かが構築した偽のアクセスポイントだったってわけ。いや、じゃあなんだよ、そいつには学校全体の個人情報が筒抜けだったってことか。え、そういうことになるわね。ちょっとこれは牧島と黒崎に聞かねば。個人情報の漏洩、確か黒崎も言ってたな。つまりあれも雨宮のメールを盗み見た何者かが実行したことだったのかよ。やられたな、俺ら完全にそいつらの手のひらの上で踊ってたってことじゃねえか。そうそう、かなり狡猾なやつよ。おそらく今回の事件は私を犯人として仕立て上げる気なんでしょうね。危ねえ。ああ、そうだろうな。お前を見つけるまでは俺もお前が犯人だと断定しちまってた。はあ、私の計画が思惑通りにいかないはずよ。私の計画をアレンジしているやつと、それを陰から阻止する人間がいたなんてね、散々だったね。俺もそうさ、まさか計画している人間とそれを利用している人間がいたなんて思いもしなかったよ。そうなると俺の計画も大幅に変更しなければならない。雨宮を追い詰める算段を立てていたのに、それが意味のないものになっちまったってことだからな。全部リセットだよ。要するに振り出しに戻ったということだ。さすがに嫌になってくる。っていうか、私の話全部信用したの？嘘言ってるかもとか思わないわけ？思わねえよ。その話で腑に落ちる部分がいくらかある。特に入江と日崎の事件に関しては、途中経過とそれに伴う結果が合致しねえからな。どういうこと？あの事件で初めたちを殺すことが目的だったんだとしたら、拷問なんて無駄なことをする必要がねえ。最初から監禁してぶっ殺せばいいのに、ご丁寧に1週間時間を与えたりしてたからな。綿密な計画を企てる割には目的に対して回りくどい方法をとってた。ああ、確かに殺したいだけだったもんな、あいつは。だがそれもお前の計画をアレンジしてお前の仕業に見せかけるためということなら納得がいく。ああ、全部辻褄が合っていく。そうね。たくへこむぜ、俺もまだまだってことかよ。そこまで頭回るんなら十分すぎると思うけどね。ちょっと低レベルよ。それより雨宮、今回はお前と俺の敵は共通してるよな。協力はしてくれんのか？おどうなんだ。おお、協力してくれた。最悪なタッグが生まれた。ええー、もちろんよ。こっちも何か気づいたことがあれば連絡するわ。お互いに利用し合いましょう。すげえな、ここに舞ちゃん入ってくれたら完璧だったね。もう最悪なトリオ。ああ、そうだな。だが余計なことすんなよ。何か行動する前は俺に必ず相談しろ。はいはい。じゃあな、一旦切るぞ。ズワを切る。ああ、こいつ思ってた以上の切れ者ね。こんな奴に邪魔されてたんじゃ、計画も失敗するわけだわ。そうね。ねえ、リン。あんたさ、私の話を聞いて腹は立たなかったの？別に、私嫌われ慣れてるから、こういう性格だからね。面と向かって嫌いって言われたことは今でも、待て、今までも何度かあるのよ。自覚してんなら直しなさいよ。努力はしてるつもりなんだけど、うん、どまい。不器用すぎ。そういうところもうざいのよね。もう全否定。はいはい、ごめんごめん。何か言い返してきなさいよ、張り合いのないやつ。いがみ合っても無駄なことは分かってるし、嫌いって言った相手に何言っても意味ないから。はは、本当にムカつく。そのくせにいいやつなのよね、リンって。俺褒めてる。だから、本当に嫌いよ、あんたのこと。はじめからそうやって、面と向かって言ってほしかったわ。そうかもね。私初めてよ、こんなことを人に直接言うのは。そう。だけど今はその感情は押し殺しておくわ。さすがに私一人じゃこの状況を乗り切れないだろうし、利口だね。じゃあ体育館にいるみんなに顔合わせしとく。いや待って、そういうのはクルスに相談してからの方がいいでしょ。あいつならこのままにしとけって言うと思うわ。もう思考回路までわかってる。まあ、この中に犯人いる可能性もあるからな。なんで？よく考えなさいよ。犯人は私に罪をなすりつけようとしてるのよ。その私が被害者なんですって告白したら、犯人は何をすると思う？話を聞いた人間を殺すってこと？危ねえ。最悪の場合だけどね。でもありえないことじゃないわ。確かに。とにかく私はここに待機しとくわ。それより何か食べるものとか持ってない？昨日から水しか飲んでなくて腹ペコなのよ。あら、どんまい。非常食でよければ持ってきたけど。じゃあ悪いけどそれ持ってきてよ。パシられた。はいはい。とにかく忍の協力は得られたようだ。それにしても忍は本当の黒幕ではなかった。確かに今までの計画を企てたり後を追い込んだりするという目的はあったものの、誰かを殺そうと考えたことはなかったようだ。じゃあ一体誰があんなことを？クルスも予想してなかったようだし、相当まずい状況にあることは間違いないだろう。
クルスにばかり頼っていられない。私の方でも何かできることがないか考えてみようか。お、兄ちゃん思考タイム？もう主人公考えてるね。ちょっと一旦ここで終わろうか。30分来ちゃったね。なかなかに推定タイムが長かったわ。しかもまだあと3日4日5日あるからね。今日はここで終わる。で、次回はこのクソって言ってるところから始まるね。天宮は犯人じゃなくて、一体誰が真犯人なのかっていう主人公の予想をするところからだね。それではシアンでした。またね。